朝日軍道は、かつて、大玉地方と庄内地方を結んでいた、山岳道路。飛び地となっていた上杉氏の所領を連絡する目的で、使われた。長井市草岡長い葉山三影森山から、大朝日岳から、西朝日岳三方坂伊東岳大鳥千茶、畑山港安山八区は東鶴岡市松淵朝日軍道は、全長 65km に上る日本の歴史の中でも、 有数の山岳縦貫路である。しかも、2000メートル級の朝日連峰を通る軍事道路である。朝日軍道は、上杉影勝の家臣なおえ金次によって改作された。1598年、継承は、豊臣秀吉の命により、越後から賀茂氏里が治めていた合図へと違法された。これにより、上杉の所領は、合図、仙道、追玉、ま、将 佐渡の百二十万国となった。佐渡は別として、庄内地方以外の各所領は地続きになっていたが、庄内地方の見飛び地となっており、継承の居城である会津若松城から庄内に向かうには、必ず他国を経由せねばならなかった。特に、村山地方を領有していたのは、最上義光であり、上杉と西条はお互いに、 領内の動向に目を光らせる宿敵の関係にあった。一方の越後も、上杉の丘陵であったため、新領主となった、堀修司は、上杉の動向に目を光らせていた。そこで、米沢城を居城とし、追い玉を領有していた上杉鹿神の直江金次は、追い玉と庄内を直接結ぶ道路として、朝日連邦の峰を伝い、途中六に降りることのない、馬が通れる、軍道王。 秘密裏に改作することにし、苦労の末に一年余りで完成させた。朝日群堂のルートは、もともと長井葉山、大朝日岳などが主験道の生産として崇拝されており、山伏が行き交っていたことから、その感動を整備し、接続することで結ばれたため、比較的短時間で完成することができたが、それでも数百人にも及ぶ妊婦が動員されたと言われる。なお、 上杉家に残された文書では、朝日軍道ではなく、庄内振動とされている。朝日軍道は秘密裏に作られたが、大規模な工事であったがゆえに、相番、大沼浮島稲荷神社別島の大公院により、最上義光の耳にも入った。義光はこの道路を非常に警戒し、特に軍事の拠点にもなりうる番小屋の設置や、番人の配置には神経を尖らせたという。この道路は、 人の往来の他にも二打による物資輸送にも使われた。この軍道が歴史の表舞台に登場したのは、関ヶ原の戦いと同時に起こった慶長では合戦の時である。この時、上杉法の坂田城主志田修理義偉では、六十里、越街道を越えて、西条方の白岩城を攻略していたが、関ヶ原の戦いにおける東軍勝利の方に接し、 なおえ、加熱具を総対象とする上杉軍は、撤退戦の末、米沢城に帰還した。その際、志田軍には、帰還命令が遅れたため、最上領内に取り残されることとなってしまった。そこで、志田軍は、大井沢から大朝日岳まで戻り、11月のすでに間接した朝日軍道を通って、坂田城まで帰還することに成功した。これが、 表舞台に登場した朝日軍道である。その後、省内地方は最上軍に攻められ、ついには坂田城を攻め落とされる。そして、関ヶ原の戦いの仕置きにより、上杉影勝は所領を大幅に減らされ、米沢30万国のみとなってしまった。これにより、老いたま地方と省内地方を連絡する朝日軍道の必要性はなくなり、あっという間に廃道となってしまった。 ありがとうございます。